ここの設置でなるかな。皆さんこんにちは、のりしろ太郎です。本日は学研電子ブロックやってみたいなと思います。学研電子ブロックってこちらですね。1976年にオリジナルを発売したんですけれども、私購入したのは、今から20年前ほどに、購入しました復刻版の方ですね。はい、ご存知の方いらっしゃいますかね。まあ、復刻版ってこちらがそうなんですけど、まあ、購入した当時も全然ちょっと 1,2 回路遊んだ程度で全然遊んでなかったんですけれども、2024年の今になってまた開封して、遊んでみたらめちゃくちゃ面白いっていうことで、楽しんでます。で今まででも何本か8本か9本ぐらい、回路を紹介しましたので、今日動画面白いなと思った方、過去の動画もぜひご覧ください。で復刻版に、ついてきました学研電子ブロックの秘密ということでガイドブックついてました。でこちらの方回路の紹介とかいろいろ電気回路の説明とかもいろいろ詳しく載ってまして非常に面白いんですけど、今日この中から一つ回路やってみたいなと思います。ちょっとカメラの紹介なんですけど、このブラックマジックデザインの A10 ミニエクストリームっていうもので、カメラをちょっと収録しながら切り替えてやっていきたいと思います。正面のカメラがルミックス S1 です。こちら今映ってるカメラですね。で上にもカメラありまして、これ S5 ってカメラ、ルミックス S5、それからここに今映ってるんですけど、これルミックス S9 ですね。全部ルミックスっていう、今までソニー FX3 で入ってたんですけど、全部ルミックスという嬉しい感じになっております。ルミックスファンにはたまらないっていう感じですけど、そんな感じやってまいります。ちょっと俯瞰のカメラいきますかね。はい、電子クラクションっていうのがありまして、発信回路、電子クラクション、発信回路を組むと音の実験ができます。電気ブロックでは部品の数がそんなに多くはないので作れる音には限界があります。いろいろ工夫をして音を出しますということで、回路自体は、こっちの方がいいのかな。回路を詳しい方はこれ見るとよくわかるのかもしれないですけど、完成しました。キースイッチを押すとバスやトラックの、クラクションのような音を出すことができる回路です。二席アンプの回路を発信回路に変えて音を出すようにしています。ただ音を出すだけでは面白くないので、スイッチが切れた後コンデンサにたまる電流の変化を利用し音に余韻が残るようにしていますということです。はい、という感じでやってまいりますね。はい、で電子ブロック、今ここに出してある電子ブロック以外にもあるんですけど、46個あるって書いてあったかな。数えたことないんですけど、その中から必要なパーツはもうすでに選んでます。ですので、ちょっと早く進むかなと思うんですけど、ちょっと回路見えるようにして、では、始めてまいります。ちょっと絵がしばらく変わりませんので、2倍速でご視聴いただくなり、何かしながら、でも結構ですので、しばらくちょっとお時間ください。では、やってまいります。こちらに、回路が書いてありまして、本来は、この回路を理解しながら、この電子ブロックを遊んでいくと本当に理系の人になると思うんですけど、私はまだそのレベルに到達してませんで、本当はこう理解しながら楽しむといいと思います。これでも本当に今売ってないんだと思うんですけど、本当に何か発売してくれたら嬉しいなと思うんですよね。なんか本当にレゴだけじゃなくてですね、こう回路を学べるというそんなすごい機能を持たせたブロックっていうのはないと思うので、ぜひ学研さん、また復刻版が20年前に出ましたけど、その後もし出たのかな、出てないのかな。出てるのかもしれないですけど、また、買いやすいように発売していただけると嬉しいですね。
ぜひちょっとそういう声が皆さんコメント書いていただいて盛り上げていただいたら出していただける可能性もないことはないと思うので、ぜひ発売してほしいものです。まあそんな感じで言ってましたらですね、残りブロックも残りわずかとなってきましたね。はい、もう少しです。はい、何かしながらの方はもう少しでブロックがもう少しですね。よし、来た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 。はい、これで全部ブロック入ったかな。はい、ちょっとチェックしていきますね。合ってる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 合ってます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 間違ってるかなと思ったけど合ってました。合ってる合ってる合ってるかな合ってるかな。よしよし、合ってる合ってる合ってますね。これで合ってますね。スイッチ合ってます。回路ができたようです。さあ、それではスイッチ入れてみますね。ちょっとたまにはこっちも、はい、よし、ちょっとこれガイドブックはこっち側に移動して、はい、これこんな感じです。フォーカスこの辺なのかな。はい、フォーカス合う位置を探して、はい、ではスイッチ入れてみますね。この辺かな。よし、スイッチオン。おお、すごい、うん、これ止まらないんかな。あ、止まった何ですかね。最初すごい音鳴ったけど止まりました。まあここにキースイッチあるので、ここを押せば鳴るのかなと思うんですけど、まああとちょっとこう浮きがね、ブロック浮くとこう接触不良を起こして浮いてた方が当たってないとかなりますので、ちょっと確認して、さあもう一度やってみましょうか。ここのスイッチでなるかな。おお、これ合ってるんですかね。まあ合ってるんだと思うんですけど、電子回路ナンバーでいくとナンバー99、電子、クラクションです。回路ナンバー、99、電子クラクションやってみたわけですけど、解説ではキースイッチを押すとバスやトラックのクラクションのような音が出すことができる回路ですって言うんですけどクラクションっぽくはないんですけど、合ってるのかな。まあまあ、合ってるんかね、これで。あ、ボリューム小さい方が、ボリューム小さい方がいい音出る。ボリューム上げていくと割れてしまったってことですね。あ、これくらいが限界か。これくらいが限界かな。ちょっとこれ暗い。これちょっと暗いですね。ちょっと音じゃないわ、明るさ変えてみましょうか。ちょっとラットがね、ラットが変えようか。ラット変えよう。これ色変えれるんですよ、ラットって。あ、こういう色の方がいいかな。これでいきましょうか。色変えれるんですよ、いろいろ。おお、ラットっていうルミックス S9 にこうラットっていう色をいろいろ変えれる、まあ色をいろいろ変えれるっていうのは面白いんですけど、色をいろいろ変えれまして、まあこれくらいにしようか。はい、
ちょっとこれで、はい、もう一度やりましょうか。ボリューム上げすぎないっていうのはコツですね。はい、クラクションっぽくはないけど、いい音します。ボリューム下げた方がいい音です。はい、ということで、まあ成功ですね。ナンバー、この辺でフォーカスなのかな、ナンバー99電子クラクション、ナンバー99電子クラクションです。はい、ありがとうございました。まあ大成功ですね、ありがとうございます。まあこんな感じで面白くてですね、まあまあ欲を言うと、こうまあこの本に載ってるように、回路の仕組みとか、まあ、回路図も理解しながらやっていくと、さらなる、まあ、理解が深まっていいんじゃないかなと思います。まあでも最初こう回路のいろんな言葉とかですね、抵抗とかトランスとか、まあそういった言葉になれるっていうのがまず第一歩かなと思ってます。まあすごい楽しいんで、まあ売ってればいいんですけど、売ってないですよね。売ってたらいいんですけど、売ってたら紹介できるんですけど、売ってないんで、まあ昔の復刻版とかオリジナルがまあ中古で売ってるかなって感じなんですけど、まあでも面白いですね。はい、で今日こう学研電子ブロックですけど、電気回路ちょっと面白さ目覚めまして、私も電子工作、ラズベリーパイ5とかですね、今ラズベリーパイ5だったかな、ラズベリーパイ5もちょっと興味、ラズパイですね、ラズパイも興味出てまして、そういうのもやってみたいなと思いながら本は買いました。ラズパイ自体買ってないんですけど、本買って今何ができるのかなってちょっと調べてまして、まあなんかちょっと分かってきたらまた動画にしたいと思いますので、まあその時はお楽しみにということで、はい、皆さん電気回路電子工作など楽しんでください。はい、またお会いしましょう。さよなら。また電子ブロックやっていきます。さよなら、のりしろ太郎でした。さよなら。